サンルイスは、アルゼンチンのサンルイス州にある都市で、同州の州都である。パンパス高原上の標高730メートル、シエラス・グランデス山地の麓に位置し、南をチョリオス川が流れる。新古典主義建築の大聖堂、ドラオチョアでマスラモン州立博物館などの博物館、植民地建築などが、見どころとして挙げられる。独立戦争を記念した歴史的建造物も,も多く、 独立広場にはアルゼンチンのみならず、チリ、ペリューの解放者でもある、ホセデさん、マルティン将軍の騎馬像が立ち、独立広場のすぐ北にある、プリングレス広場は、サンマルティンの伏線で、サンルイス州知事も務めたフーアン・パスクアル・プリングレスに、ちなみ名付けられた。近くのポトレーロ・デ・ロス・フネスコなどでは、釣りが人気で、町から122キロメートルのところには、 シエラデラス・キハーダス国立公園がある。国道7号線がメンドサやブエノスアイレスとの間を通っている。ダウンタウンから機体3キロメートルほどのところにあるサンルイス空港にはブエノスアイレス便が就航している。1594年8月25日にルイス・フフレデロ・アイサイ・メネセスが建設した。後に廃村となったが、百三十二年にマルティン・ガルシーオーニエス・デロイオラが サンルイス・デロ・ヨラ・ヌエバ・メディーナ・デリオセコと解消し、再興した。19世紀末には7000人が暮らし、1882年には、ここからチリまでアルゼンチン大西部鉄道が開通した。地事業成長者は、フランスのルネサンス様式で、1911年に完成した。人口が4万人を超えた1960年以降、 軽工業の成長と退職者の移住で急速に発展し、2001年の国勢調査では153,322人を数えるに至った。シエラスグランデス産地にあるためプンタデロス・ベナードスとの異名を持ち、市民はプンターノスと呼ばれる。ステップ気候に近い温暖湿潤気候で、夏は蒸し暑い一方で冬は寒く、氷点下になることもある。 一年で最も暑い1月の平均気温は摂氏24.4度。最も寒い7月のそれは摂氏9.4度である。年間平均気温は摂氏17.2度である。ありがとうございます。